はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ、黒川です。オーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、ボリンジャーバンド1目均衡表、トレンドレス状態、ストーキャスティックス、強い売りシグナルが点灯中ということで、はい、60分足ベース、難聴な展開を予想しております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、60分足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性示す赤い点線21時間移動平均線真横を向いております。トレンドがない状態。そんな中、ローソク足はといいますと21時間移動平均線下抜け成功しております。はい、トレンドが出てない中、売りバイアスが強い状況ということです。押しれたゲストキャスティックス、売りシグナルが点灯中ということです。さらには %D、スロー D、 二つのラインが鋭角に下落をしております。現在強い売りシグナルが点灯中ということです。はい続きまして六十分足一目金行表。ロウソク足と雲の位置関係から考えますと。 はい、はい、トレンドが出てない状態、はい、そんな中、赤いえー、と短期市場の赤いラインの転換線、中長期市場の青いラインの基準線、真横を向いておりますので、直近の方向感はあまりないかなと思っておりましたが、現在、サポートラインとしてワークしております、この青いラインの基準線を下抜けトライ中ということです。 はい、下抜け成功した場合さらに下にはもう抵抗体がありませんので売りが加速する可能性が十分考えられるということです、はい、逆に上には基準線雲の加減といった、あのー、同じレベルにレジスタンスラインが並んでおりますのでなかなか上には行きづらいのかなと個人的には考えております。 はいそれでは本日、ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートライン、ちょえー、と前日安値レベル89円の23レベル、89円の23レベル、続きましてレジスタンスラインなんですけれども、はい、60分足ボリンジャーバンド、はい、プラス2シグマラインレベル、こちらが90円の53レベル、90円の53レベルと考えております。 はい、本日、ニューヨーク市場の予想レンジ、89円の23レベルから90円の53レベルということです。はい、ポイント、売りバイアス強し、前日安値がターゲットということで、はいえーっとですね、60分足、えーっと、ボリンジャーバンド1目均衡表、トレンドが出てない中、ストーキャスティクスは強い売りシグナルが現在点灯しております。さらには60分足一目金 サポートラインとしてワークしております基準線を現在下抜けトライ中ということです。これ下抜け成功した場合はさらに下には抵抗体がありませんので売りが加速する可能性が十分考えられるということです。はい、そういうことで本日ニューヨーク市場におきましては難聴な展開を予想しております。本日は以上となります。